はいどうもマグマグマグロンと申します。現在冬に今日は冬3もやって1年を締めくくりたいと思います。あの憎き豚の化け物をね、今回はぜひ倒したいと思います。前回負けちゃったからね。おや、なんかイベント発生。おや、あれに見えるはユイとカイマルではないか。あら、カイマルが仲良くしようとしてるのに、お前寒くねえのか。カイマルはその格好で冷たい。心まで冷え込みそうじゃ。あの態度、幼いカイマルには毒じゃぞ。これはどうにか間に入らねば。ああ、神様。いやいや、今日は森にでも行ってみようかの。森へ行くつもりなんてなんか気が気になるなんてな。ゆいちゃん笑ってくれない。ああ、去っていった。ああ、なんじゃ、慰めてくれてもよいのじゃぞ。ゆいちゃんと仲良くしたいのかな、カイマルは。だけどゆいちゃんはそんな気がこれっぽっちもないと。こういう感じですね。よし、じゃあ前回も言った通り、最後の武器を作るためもう一度バンガ島に行って銅鉱石を取っていきたいと思います。ここは鉄鉱石を取れたらオンエアもし取れなかったら全カット。はい、じゃあそれでいきたいと思います。行ってきます。春の訪れが近づいてきました。今年の稲作を始めましょう。あら、ほんともう、あ、移ろいの粉を入手する。ポポン、探索達成。達成しましたよ。そうか、今冬の3になっちゃってるのか。うわー、なんだこりゃ。吹いておりますな。寒そう。なんという寒さじゃ。一歩先も見えんかったわ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおくに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。なるほど。お帰りなさいませ、さくな様、ちい殿。ささ、あようお召し替え、火にお渡りください。なんか食っとる。なんじゃこれは。なんじゃこれは。見りゃわかんべ。手鎖の団子だ。団子？それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。漢字に当てはめちゃった。それがしのふるさとではヒガンバナと呼んでおりました。ヒガンバナ。毒草にはござりまするが、毒草。根を潰し水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。ああ、怒っちゃった。何が悲しいで高貴なるこのわしは、こんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。さくな様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、見る手。払えばまだ食える。今年1年、お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子の身も取れねえんじゃ。あるだけなしだべっちゃ。好きだけんともな。ああ、泣いちゃう。あ、こっちが泣いちゃった。お姫様、いつこに。まあ、何百歳と生きてるかもしれないけれども子供でしたな。出すにしても身の毛は治ってくるべきだったな。お、帰るのか。都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。奴らのことなど知らん。こいつも寄ってたかってわしを苦しめおって。おじいちゃんでわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。ああ知らん、何もかも知らん。おっと一人で。知らんぞ。大丈夫か？おや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 。死ぬかと思うた。夜の海とこれほどまでに真っ黒いものか。どこまでよく帰れたな。から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都などたどり着けそうもない。お、探しに出てきた。この大雪の中で戻るほかないの。土壌が傷んでしまった。お、春になった。先ほどカエルやヘビを見かけましたぞ。何を遊んどるんじゃお主は。いや、これは春の訪れの兆し、すなわちそろそろ次の稲作が始められるということにござりまする。また働かねばならんわけか。おお、ひいさまが嫌々ながら物ずから違うわい。G はね、結構ね、追い打ちをかけることがあるね。どうせ何を申しても無駄ならわしとてたらふく米が食ってみたいからの。その息でござりまするぞ。それがしも微力ながら助立ちいたしまする。いつまでも微力では困るんじゃが。はは、これは耳が痛うござりまするな。なんで偉い。だからなんで誇らしげなんじゃ。で、何から手をつける？はい、今年は田おこしからお願いいたします。田おこし？よろしい。ご覧くだされ。冬の間の寒さで他の土がカチカチに固まってござりまする。これでは次の田植えの時に根付きが悪くなってしまうことでしょう。そこで土にくわを入れてかき混ぜ柔らかくしてやるのです。聞いただけで大変そうじゃ。しかり入念にやっていては日が暮れてしまうことでしょう。あまりご無理はなさらず、浅く広くなんとなくのところで結構でござりまする。いいのかそれで。適当じゃの。やってみるとするか。田おこしを始める。取り除く石材を入手。いいね。え、どうすればいいの。適当で結構でござる。 R1 走れるでござる。結構難しいでござる。どうしたらいいでござる。よく見るとなんか地面の色が変わる。ほら、わあ、なんだこりゃ。農技知力士を習得した。耕し具合を見る。なんじゃこりゃ。邪魔な石を取り除かないと育ちにくくなる。あ、綺麗になればいいのね。いや、こうなっちゃうとマグの性格が出るの。はい、というわけで磁力子他をどれだけ耕したか見られるようになるぞ。よく耕せた場所は輝いて見えるんじゃ。ほら、もう輝いてますな。じゃあ田起こし終える。次の工程耕し度84。まだあんの？肥料なし。ちょっと待って、肥料入れた方がいいの？もうクタクタじゃ。何をしておる？土の様子を見ておりました。土の葉、土は育てるものと言います。稲を育むのはやはり土であり、土作りなくして稲作は語れませぬ。お主はまことに稲作には目がないんじゃろう。その通りでござりまする。ただできないんだね、自分で。で、その土作りとやらは何をするものなんじゃ？田おこしも土作りの一環にはござりまするが、これからは堆肥も加えてはいかがでしょう。どうぞこちらへ。今までも入れてたよ。貝丸が川屋ではないか。川屋でござりまするな。堆肥はこれから作り申す。これってあ、これしかしお主これは言っちゃった貝丸言っちゃった。それを避けてたのに。じゃぞ、はい、これは声とも申しまして、あれに見える声だめに移し放っておくことで堆肥へと変わるのでござります。バッチーの案ずるには及びません。汲み取ってすぐの声の匂いは強烈ですが、熟していくうち消えていきます。堆肥となる頃にはほぼ無臭となっておりましょう。それだけ詳しいのであれば無論お主も作れるんじゃよな。無論それがしも作れまする。いつぞやは堆肥をまいたところ残らず稲が枯れてしまいましたが、なぜ？虫よけのため薬を混ぜたのがまずかったのでしょう。こたびこそはうまくやりまするぞ。クラクラしてきたぞ。キャッキャッキャッキャ。これからは肥料を作り田んぼに与えることができます。養分は根、葉、穂の3種類。なんかバカにしてるみたいだったけど、どの養分がどれだけ足されるかは肥料を作るときに入れたアイテムによって変わります。十分な施肥があれば稲とサクナものね、サクナはすくすく育ちますが、足りなければそこで成長は止まってしまいます。土の養分を切らさないようくれぐれも注意しましょう。汲み取る。タニシを拾う。そうだ、こういう虫もね、いっぱいやっぱり拾わんといかんね。肥料をまく。もうできてんだよね。で、また堆肥を作んなきゃいけないから、こうやって運ぶと。でいつもこれをだいたい100、まあ、もっと入れてもいいんだろうけど入れちゃう。ちょっとここら辺のもの入れていこうか。追加素材、腐ったのはもう全部入れちゃおう。腐ったのは使えないでしょ。で農技を覚えたいからなんかちょっと入れてこうよ。1個でいいから。どんぐりなんてほとんどダメだよね。こんな感じ。詳細で和田修太君、あ、なんか増えた。伊勢送り力、やっぱり香りだね。香りが必要だね。香りをつけるのにいいのって何なんだろうね。香りをつけようよ。香りキノコなんかどう？あ、もう終わっちゃった。じゃあ次からはちゃんとやろう。つくし、よもぎ、納屋で苗を育てておりますので時々様子をご覧くだされ。十分に育ったところで田植えを始めましょう。それぞれ見に行こう。あ、なんかある。十分大きくなったのを田へ移した方が良さそうじゃ。まだいいんじゃないの。まだよくわかんないけど。よし、じゃあちょっと待てよ。まず今回もちょっとなんかいろいろ物が多いな。これは夜でもいいだろう。2年目まで来たからなんかあるかもしれんな。なんか作るかや。あ、まだか。同行石読んで、ちょっとこれは毎回あそこ銅もらえるところ潜るわこれから。あ、そういえばあいつ久しぶりに見た。よし、じゃあなんかどっか行くぞ。そうか、冬の3年目に本当はあそこ行きたかったんだよね。冬の3年目にあいつを倒そうって言ったのに結局行かなかったんですね。イベントが始まっちゃったから冬の3がそのまま素通りしちゃったんだね。そっか、残念。本来は今日あいつを倒すって言ってたんだっけ。どうしよう先に同鉱石取ってからにするか。じゃあ一旦カット。納品をいっぱい作ろう。これを白米どうしたらいいんだろうね。なんかちょっともったいないよね。口紙酒、唾液で発酵させた酒にございまするか。大昔ならいざ知らず、今さらこのようなものを口になさることもありますまい。確かに白米が入っちゃうからなんかあれだね。よもぎのぬか漬け、あ、ぬかが手に入ってんだ。つくしのぬか漬け、根菜のぬか漬け、ちょっとぬか漬けいいね。お餅、麹、酢、いやこれはちょっと危ないな。うっかり押しちゃいそう。あ、白飯食べちゃった。あー、団子、これは絶品だ。腕を上げたな、見るで。あ、白米やからな。あ、やばい、白米食べちゃったかな今。じゃあこれで朝まで休んで春の2と。よし、じゃあこれで一旦カット。腹持ち2。苗が育ち田植えの準備が整いおうのだ。納屋に行ってみましょう。峠のふもと。何をしている？春に。おぬしら、峠から出て何をしてるんだ？お帰りなさいませ、さくら様。おかげさまでここいらの野にはもう鬼はおらぬ様子。思い切って麓にも田を作ってみたのでござりまする。あれってことは田んぼ1個増えたってこと？万が一のことが起きぬよう足雲も辺りを見回ってくれております。もも、ならば案ずることもないか。おっさん、のら焦がしてんじゃねえ。晩方までさ終わらねえぞ。のら焦がしてんじゃねえってのはそういう意味なんだね。すまぬすまぬ、さくな様、よろしければお手をお貸しいただけませんか。何やら雨雲が近づいておりますゆえ、できれば今日のうちに全ての田植えを終えとうござりまして。お、いよいよ他の連中も手伝う。またか上への言い方。良いではございませぬか。これだけ田を広げられれば秋にはさぞ多くの米が取れますぞ。あの厳しい冬を耐え、なるべく種もみに手をつけなんだ甲斐がございましたな。なるほど。あ、みんなでやってる。私はすでに人働きしてきたというに。ゆい、あ、ゆいちゃんが。応援してくれてる。やめせかいまる。ちきさい。お主らは狩りにはいかん。わしの苦労などわからんのじゃ。おだずなよ。誰がこれだけの田を起こしたんだっぺ。みんな生だらしてね。お目が見てねえだけだ。喧嘩やめましょう。田植えする、楽しく、いいです。へっプレシー。うん、なんだって楽しいわけが。なんで口動かしてねえで手動かせ。あー、貝丸が。この木数。あー、叩いた。あー、おい、コッパ、いくらなんでも神や年長者への敬意が足りぬではないか。仲悪いなみんな。えらいふりするなら敬いたくなるほど貸し入れみろ。せずね、喧嘩ばっかり。はたはたきつけっと。みんなやめて、やめなさい。寝つきの悪さよ、心ねよ驚いてる作の姫が。なんか歌があんのね、田植えの。どうした？ついに頭に来たか。いや、今のは田植え歌だ。さよう。百姓仕事とは喜びにたどり着くまでが長く険しいものにござる。話し込むとついつい不平を口にし、気がめいってしまう。そこで先人たちは歌うことにしたのですな。歌えば辛さも紛れる。なるほど。我が身放送さよ。ええ、たまげたな。おいらとおっさんとは違う国の生まれだけども、こりゃ同じ歌だ。続きはこうだべ。好きばらで願う黄金ばら。おお、それそれ。いかがですか、さくな様も。ええ、こうなりゃやけじゃ。その歌すべてわしらに教えてみよう。これでみんなで一緒に歌いながら植えるのか。それなんかね、PV で見た。では、行きますぞ。植えよう、根付けよう。みんな歌ってる。根付きの悪さよ、心の弱さよ。なんか水のジャバジャバとこの稲をね植えてるのが合いの手みたいに聞こえるんですね。ジャバジャバ、ほら。貝丸は邪魔するけれど。なるほど。あれ、これ春の2がこれだけで終わる？今回の動画でリベンジを果たしたかったんですけど、次回かな。できれば歌詞欲しいね。カラオケじゃないけどね、下に歌詞があるとよかったね。下じゃない方が良かったかね、上の方が良かったかね。これもしかしてボタン押さなきゃ延々流れると思う。ボタン押しても変わんない。あ、省略がある、ほら。あ、じゃあこれあれだ、やらないとずーっとこれ続くのかな。じゃあこれはちょっと撮ってみて、最後まで曲が流れ続けちゃうんだったら途中でカットしようかな。しばらくはじゃあちょっとこの人たちの田植え歌をどうぞ。一応ちゃんと進んでるよ、ほら。これでどうだべ。あ、3回で終わりだったのか。これでどうだべ。ラムちゃん、田植え楽しい、できました。歌とは大したものなんだな。終わった終わった。さあ帰って飯にいたしましょう。まだ終わっとらんぞ。夕げの肉をさばかねばな。わしに田植えを手伝わせた以上、無論お主もやってくれるんじゃろうな。できんの？それは殺生にござりまする。これは珍しく立場が逆になりましたな。面白いこともあるものじゃ。あ、これも完全にあれだね、動画で見たやつ。いや、いいですな。そして春の2が終わってしまった。そのもう一個の田畑は見に行けんの？でこっちやってねえけどまだ。な、どうしてくれんだよ。下の田植えしといてこっちやってねえんだよまだ。さくな様、こちらをご覧くだされ。巻物ではないか、このようなものどこで見つけた。あ、納屋の隅にて。おそらくは棚に置いてあったものが転がり落ちていたのでありましょう。なんとしたことか。これは豊花様の字ではないか。お母さん、なんじゃと。もしやわしに宛てた手紙。いや、これは農書、野良仕事の覚書にござりまするな。がぜん興味が失せた。いやいや、これに記されし見聞はそれは凄まじきものにござりまするぞ。ところどころ虫食いや古い文字がある上、解読に労は要しませるが、こと稲作に関しては一つの極みとも呼ぶべき無類の書であること疑いようもありませぬ。さすがは豊花様じゃ。母上も物好きじゃの。この書を頼りに今起きていることを話し合えば、田んぼの悩みはおおよそ晴れることでしょう。名付けて稲作会議。ででん。あ、無視してる。稲作について熟議されたいときはいつでもそれがしにお申し付けくださいないよもうああ、気が向いたらな。田植えもんと稲作会議を開けるようになった。なんかいっぱいあるよ、いっぱいあるよ。なんか腹持ちが良くなってる。本来は今回負けたでっかい豚を倒しに行く予定だったんですが、まさか田植え歌が差し込まれるとは思わず、残念ながらできずと。あれ、これ解放できる？解放済み。二足銃に対するダメージが 1.15 倍。毎回毎回これ武器変えるパターンですか？そんな感じになりそうですね。電光石火の威力だって、電光石火はまだ覚えていない。そんな感じになりそうだね。この辺をね、いろいろ装備変えていくのかもしれないね。 敵に合わせてね。よし、じゃあ今回はこれで終わるか。なんか稲作会議とかなんかさっき言ってたから、そういうのが始まりそうな予感もするし、そもそもこのままだと奥まで行ったら夜になっちゃうんで、今回はこの辺でやめにしておくのがいいでしょう。じゃあセーブと。というわけで、今回の動画良かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。そうだよね、これ入ったら多分ダメだよね。で、さっきの畑ってどこなんだ？なんか麓の畑とか言ってたけど、あれ、こっから見に行けんの？あっちの畑も俺が管理するの？こっから見に行けんの？こっから見に行けはしないね。じゃあさっきの畑は別に何ってわけでもないのかな。春の2ってのが全く何もできなかったから、しょうがないからボーナスステージだけこなしちゃおうか。雨降ってきた。これだけはちゃんとやっとこう。銅鉱石結構いいの手に入ったね。はい、じゃあ帰るぞー。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。